危险的。死伤这么多，还说没危险？徐庶遇难了，孙经理、刘经理都遇难了。我坐船去，比孙总经理还有刘经理他们坐飞机要安全。而且，上海到香港是短途客轮，也比徐庶去意大利坐的长途客轮要安全。这也能比的吗？我们说好了不分开的。这不叫分开，分开是心意变动，我这顶多算是物理转移。别跟我开玩笑。那我跟你说大意，国难当头，匹夫有责。刘子升总经理是我推荐给陈总经理的，人家义无反顾的去了，结果牺牲了。所以现在陈总经理需要我来顶这个局，那我呢？难道我要告诉陈总经理说，我因为害怕不去吗？合适吗？一旦借款成功，不仅可以扩充军费、提振士气，更是可以让将士们感受到国际社会的支持，让民众们看到胜利的希望。不管怎么样，都是个好人。知道，想要悄无声息地离开上海，比你从重庆到香港还要难。足协里有这么多的日本特务，万一他们察觉了，立邦怎么办？你可能还会有灭顶之灾。我都知道。所以我去不去，由你决定。假设我走了，银行的事务全得交给你，而且你还得帮我隐藏我走过的行踪，所有的压力都在你的肩上。李三，我不想你又担心，又生气，又受累。如果真是这样的话，我宁愿不去。还不想让我去吗？你去吧。其实你去了也是一件好事，银行工会和你断绝关系这个无人不知，金融界一直在排挤立邦银行，这个也无人不晓。如果你去了，别引起日本人注意，顾问团里竟然会有你。是，但是你给我活着回来。
少々閣下。すでに奉還の準備は完了いたしました。ご覧になってください。右は本物の貨幣で、左は偽物の貨幣です。それで我々はどう判別する？我々のは本物より質が高いから、そこを見る。はあ、そうですね。はい、よし、成果を楽しみにしてる。はっ。失礼しました。少々閣下、今日の新聞で総会にある文献制約工場を紹介されています。興味深いのは、州工場長は中国で初めて高経価格許可を買います。しかし中華政府官僚と国賊政策を批判したことで、製薬会社の内地出店は失敗しました。彼はさらに上海中京の銀行倉庫による霊峰銀行への不正を批判したと。霊峰銀行。資料を調べたところ、霊峰銀行非常に特殊です。そうか。ゴレシ課長は名門の霊長で、相当の財力があるようです。父のご知福はかつて上海の大手風潮銀行を管理していました。なるほど、霊氏さんは一角の人物ということになるな。吴科长，赵厂长，您坐。好。